いつも曖昧な告白の答え答え探して無理してるんですこれでも赤く染まった教室にねどうしたの突然呼ばれた私の名前声が胸に響く静けさなんですかなんで取り繕ってみてもここは二人きり君が伸ばす指が頬に触れるね好きって何ですか呼びたいから見つけました名前口にするだけでほら苦しいよ同時に渡したマフラーに笑いこぼれ出す君に渡す指が震えてるねえ恋を教えて声が胸に響く静けさ時折触れる肩が熱無敵の二人空に這い出し白い息が消えるこんな気持ちは知らない名前口にするだけでほら